37town.net10 周年を10回言ってください。37town.net10 周年、37town.net10 周年、37town.net10 周年、おめでとうございます。いや、そうじゃなくて、エンジョイパチンコライフ。ピモ TV、 YouTube、 そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは。平天くんです。今回は愛知県豊田市にございますメガコンコルド1020トヨタインター店さんに来てます。で、トヨタインター店っていうぐらいなんでね、近くにはトヨタインターがありますけれどもね。さっきね、ちょっとね、行ったらね、間違えてそのままトヨタインターに入っちゃったんですねえ、びっくりしました、あれは。まあでもね、ちゃんとこう U ターンできるようになっててよかったよかったみたいな、もうそのまま高速乗ってどこ行っちゃうんだろうみたいな感じだったんですけどね。まあ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 、ちょっとしたハプニングもありましたけどね。はい、ということでね、こちらのお店、なんでもあの諸国漫遊でね、結構あの撮影させていただいているホールということで、閉店が来るのは初めて。うん、そしてね、メガコンコルド、メガ級ですからね、仙台オーバーのお店なんでちょっと早いかな。でも仙台見るの大変なんで、まあ、仙台全部は見ないけど、じゃあ早速行ってみたいと思います。入店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 、やってきましたメガコンコルド1020トヨタインター店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。長いねまあメガ級なんで、名前もメガ級でございますね。初来店ね、正面から入ると手前がパチンココーナーね。あ、そうそう、今日ね、昼間同じ愛知県で撮影したんですけどね、あの T シャツいただいたんで、せっかくなんで夜ちょっと着ようかなと思って。なんでもね、愛知であのオリジナル T シャツ作ってる方らしいんで。あ、どうもありがとうございますうわー、やっぱね、花々の稼働がすごいんで、後で行きましょうかね。データをね、見ていきたいと思います。はい、いきなり31回っていう台がありますね。すごい、31回ってすごいね。23、30、あーすごいわ、あーすごい、あ、どうも、えいえい、頑張ります。2500枚、頑張ってください。あ、どうも、えいえい、どうもありがとうございます。うわ、本日この台なんと11302枚、すごいね、ズドンと44回だって、すごいね。マイジャグラー、こんないっぱいあんの、初代マイジャグラー、なかなかのカード。お、マイジャグラー、初代マイジャグラーがあって、マイジャグラー2がなくて3があるみたいな。あ、どうも、あ、えいえいみんなのジャグラーと打つ台とかって決まってますか。あ、まだ今これからぐるっと、あ、わかりました、じゃなかったらはい、ありがとうございます。実は今日はあれなんですよ、もう花花の日とね、僕の中では決まってるんですよ今日、うん、おー、ゴッドイーターね、出してるお客さんいらっしゃいます。こちらのお客さんもね、泥箱4箱ね、液晶は3400枚オーバー、多分探せばワンマイっていう台が何台あってもおかしくない。うん、そしてね、置き時の台数が半端ないですよね。ミリオンゴッド神々の凱旋と置き時の台数が半端ない。うん、置き時も見ていきましょうかね。54回5800枚、すごい、もうそこら中でもう戦前前オーバーとか、もうかなちゃんランプも光るわそりゃ、ね、6000枚、あ、これ邪魔されなかった、すごいね次はノーマルタイプかなと思ったら、まだ置き時ありました一体何台あるんですかね。あ、すごいね、あ、上に枚数とか出てるんだ、上見た方が早いじゃん、なんだ、あ、5000枚6000枚だって、4代目5代目54の17 57の16、すごいね。え、82の27って台があるよ、9999、乾燥してる、すごい。あ、どうも、えいえい、
です。どうも。すごい出てるんですけど、こちら出てるんですけど、すごいもう乾燥してるんですよ上は。あ、これじゃねえや、こっちか。あ、この台も出てるけど、この台だ。あ、すいません、すありがとうございます。万枚ですか。1万3000枚ぐらい、6600枚ぐらい出てて、そこから僕変わったんで。おー、すごいですね。82回も光るんですね。すごい。上見ればよかったんだね。早かった早かった。9700だったよ上も。56の28、すごいね。北斗の拳転生の章6426枚、4枚、うん、すごい。この台もすごいよ、等身83回。え、2000枚、早いんだよ。え、2000枚だった。うっそうっそ、そんなことないでしょ。あー、でも2000枚なんだ。すっげえ、そんなこともあんだね。もう今日俺の体鼻鼻仕様になってるね。鼻鼻打ちたいと思いますよ。まあまだ、あ、でもそろそろあと17分ぐらいなんで、そろそろね台を見つけていかないと。やばい。あー、どうも、えいえい。あー、どうも、えいえい。どうもありがとうございます。で、稼働がすごいんだよね、鼻鼻コーナー。まあ、なかったらなんかジャグラーの台を譲ってくれるって方がいらっしゃったんですけど、まあ、できれば花々を今日打ちたいなと。やめるのかと思いきややめなかった。お、21だったよ、これすごいじゃん。あー、そうでもないか。でも2400枚出てんな、2000枚出てるなこれ。あー、いいんすか、マジっすか。おお、すごい。後で打ちますかって言われたんですけどね、今打ちたいんですよ。すごいですね。あ、でも3000枚っていう台が1台ありましたね。まん、1,2,3,4,5,6 台目かな、下のナビで31の17。で、あ、4800枚っていう台もあるね。42の21、すごいわ。いいんですか、すいませんね、なんか焦らしちゃったみたいで、焦らしちゃったみたいで大丈夫ですか。でもあと10分ちょっとしかないんで、ありがたく、じゃあ優しい方がいらっしゃるということでね、本日ね23、58回光っている台ですね。じゃあこいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回平天君が選んだ台はパイオニアさんのニューキング花花でございます。お、しかも花蓮を残してありがとうございます。じゃあ行きます。おそわりパッちょっと、残念残念。もう今日は僕は鼻鼻の体なんで、日中の撮影でもうそれがもう証明されてるんで、うん、ベーセン。あのね、今日はね必殺技も用意してるんで。まあ僕はね実践してその光らせることができたらぜひね試してください。残念、50枚粘れ、粘らなかった。せっかく倒し早いね、早いよ。出しちゃうか、出しちゃうか、どうしようかな。まだ早いような気がするんだよな。別にね、せめてあれですね、離れはちょっと見守っていきたい。まだちょっと必殺技を出すにはちょっと時間が早い、うん、いやー離れん抜けちゃいそうだな。ベーセン、平天くんの中の離れんは、87回転、うん、離れー抜けた。ベーセン離れん抜けました。残念。ああ、だいぶ引かなかった。はい、100枚でも引かなかった。追加投資、150枚目。いやー、そろそろ出すか。あんまりこれは人に見せたくなかったんだけど。ですね、あ、
おー、よかった、あざす、あざす、よかった、よかった、光って、とりあえず必殺技を出す前に光ってよかった、うん、はい、頼みますよ。負けなんだね。まあね、いい台なんでしょうがない。どっち？あ、こっち。お、あ、よかったよ。おめでとうございます。あー、お、向こうがビッグだった、俺がお化けで。やばい、今日は花の日だな、うん、俺の体が花になってる。今日は、今日はジャグラーじゃないんですよ、花なんですよ、申し訳ないけど。はい、待たうぞ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 、はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。違う、お願いします。だね、そうですね、どうしようかな、光ったからな、必殺技出す必要なくなっちゃったな。見えたね、左手でしたね。さあ、でもね、必殺技どうしようかな、聞きたいかな、やっぱりみんな。まあ、だいたいこう鼻鼻って、まず第一リール、まあ、スイカが滑ってこないな、トントンじゃないですか、トントントンね、これがまあリズムだと思うんですけど、これを変えてやるだけなんですよね。名付けてトン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 日野のニトンでございます。なんじゃそれやってもらうでしょ。いや、このね、やっぱね、普段叩いてる感じのレバーじゃなくて、ちょっとタイミングをずらしてやることによってね、不思議な力が生まれるという、あの打ち方でございます。まあ、じゃあ一回どんなのかっていうとやってみますね。トン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 日野のニトン、トン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 日野のニトン。こんな感じです。ただそれだけ。いつもだったらこんな感じ、トントンみたいな、それをトン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 日野のニトン、トン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 日野のニトン、トントントン、もういいって。それだけです。まあちょっとね、普通の打ち方に飽きたなと思ったら、こうやってみるのもありかもしれないです。いやー、もう一回光らせないと勝てないよ。あと、お、あと2分だよ、やばいな。時間があるときにやってください。それで私今日8回光らしてきましたから、1000回転で、まあいい台だからね、多分普通に打ってりゃ光ると思うんですけどね。ただお時間がちょっとないんで、ちょっと早めに光ってくれると嬉しいな。多分閉店くん自体は100回ぐらい回してないぐらいで、おっ、誠にありがとうございますよ。おお、あ、セーフ、あ、いいぞ、セーフです。わけだね。すいません。いやー、すいません。申し訳ない。あーんだ。あ、テンパしなかった。残念。生産中です。お時間来ちゃった。残念。光ったんですけどね。はい、それじゃあ早速声の方を流したいと思います。えいえい。じゃらじゃら。69枚。69枚。はい、今回の結果69枚、胸、
はい、実践終了、実践終了ということで、ね、今回こちら、メガコンコルド1020トヨタインター店さんで実践した機種はパイオニアさんのニューキングハナハナを打ちまして、投資枚数が150枚の獲得枚数が、69枚ということでマイナス81枚ですよね。光ったんですけどね。いやでも光ったところをお見せできたのは良かったんですけど、そこまで良かった、まあ、いい台だからね、もうねこれを言い訳にするのがもう言い飽きたぐらいいい台なんでね。はい、しょうがない。まあでもね、たくさん楽しい打てちゃう台がいっぱいあるこちら、メガコンゴールド1020トヨタインターテン参戦ではちょっとだけ、9月の8日にですね、あの話題の新台サミーさんのパチスロ北斗の拳とも、こちらのなんとドドンと30台入りますよ。やっぱね仙台オーバーですから30台入りますからね。9月の8日ぜひね、お近くの方は並んでね、もうゼロ回転から初打ちね、楽しんでいただきたいと思います。もちろんその後もね、もうメガ級のお店ですから、ドドーンと話題の信頼が入りますんでね、そちらの情報は P ワールドまたはメルカリになって情報をゲットして、こちらメガコンコルド1020トヨタインターテンさんへ遊びに来ちゃってください。今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回はビッグを聞きたいな。えいえい。